こんにちは、かだまちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は滝レイアウト、チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。で、現在個人宅だけではなくて、例えば美容院とか飲食店、あとは住宅展示場の方からなんかもご注文をいただいております。人気の滝レイアウトですが、もしね、気になる方はお気軽にグリーンウィズグッドコーヒーの LINE や、SNS、 私の SNS に気軽にお問い合わせいただけたらと思います。今回はですね、個人のお客様でご自身で ADA のキューブガーデンご購入いただきまして、その水槽に竹のレイアウトを組んでほしいということで、今回はご自身も参加もしたいということなので、流木組だけは本日こちらの方で組みます。次回ご来店いただいたときに底面フィルター、ソイルを引いてお水を流した状態で、陸上の植栽はお客様ご自身でやっていただくという形になっております。それぞれのお客様に合わせてなるべくニーズに応えられるように個別レベルでこのように対応しております。で、今回ご購入いただいている水槽というのがですね、サイズが幅45センチ、奥行き27センチ、高さ30センチの ADA のキューブガーデンガラス水槽となっております。水槽をお持ち込みいただいてそちらにレイアウトをするっていうこともあるんですけれども、今回は私の手元に水槽がないので、事前に同じサイズの段ボールを組んでおります。で、こちらにレイアウトをしていきたいと思っております。で、こちらもお客様のご希望で、滝は左から流したいということなので、左側に流木を組むようなイメージでやっていきたいと思います。では早速いつものようにテントを外で、お店の外で流木組をドリドリやっていきたいと思います。本当は今日はもちろんお休みの日なんですけど、お店ね、お休みの日なんですけど、今日は外のビオトープ制作なんかをしようかなと思ってたんですけど、あいにくの雨ですので、今回は、まあ、流木組になりました。ちょうどね、日差しがうちお店の前にあるので、お客様がご来店いただいて流木組むなんていうパターンもありますけど、雨の日でもね、外で流木組むことは可能となっております。で、意外と奥行きが狭くて、高さは30センチとそこそこあるタイプなので、ここら辺からお水を流して、ここで溜まって流れるっていうイメージで今のところベースを組んでいます。で、これは自立しているので非常に安定感があると思います。Hey yo, the rain was steady pouring, heard it drops and drizzle meant to be. Shelling in my crib, no doubt. Peep the scenery. はい、ということでこんな感じで流木組みできました。このコーキングしてない状態だと分かりますかね。相当な流木をかなり細かくくっつけているので、本数で言うとこれ何本売ってるかね。今これ45センチ水槽で14、5本。使ってると思います。で、最近よくご質問があるんですけど、流木ね、どうやって組んでるんですかとか、どのぐらい使ってるんですかって、本数結構聞かれることがあるんですけど、相当使ってます。よくご自身でね、チャレンジされる方もいらっしゃるんで、ぜひね、ちょっと参考にしてもらいたいのは、大きいのを3本とか買っちゃうパターンが多いんですけど、大きいのプラスとにかくちっちゃいのをいっぱいいっぱいくっつけてるんですよね。なんかコーキングして植物を置くと、もうほんと一体化しちゃってるので、大きいのを何本か組み合わせてるように見えてしまうのですが、この状態だとほんと分かりやすいと思うんですけど、ほんとにちっちゃいの、ほんとにこういうのとかこういうのとか、ちっちゃいのをとにかく細かく細かくくっつけてる。そうやって一つの塊にしている感じです。こういうところとか全部ちっちゃいのを組んでいってます。それをね、ちょっと参考にしていただけるといいんじゃないかなと思います。で、この方、ここからコーキング、しっかりとコーキングをして水を流すスペースを、皮の部分を作る、あと水溜める部分っていうのを作って、ビスの頭を隠して乾燥させて、今日はそこまでやって、あとは後ほどお客様ご来店された時に水を流しながら陸上の植物っていうのを植栽していく予定です。で、
今からこのビスの頭とあとは水漏れがしそうなところは全てこのコーキング剤で埋めてきます。コーキング剤は私はダークブラウンの防カビ剤が入ってないタイプを使ってます。これはお客様のパピコさんからいただきました。使いやすいよということでコーキングヘラを使いながらやっていきたいと思います。水もしっかりと流したいし溜めたいのでくぼんでしまっているところもコーキング剤で埋めて水深を浅くしていきます。そうするとお水が流れてるのをよく観察ができます。はい、こんな感じでやっていきます。はい、流木組が完成してコーキングも終了してます。お水の流れる場所としてはここに穴がありますけれどもチューブ3本通してメインの滝には3本お水をしっかり3本からしっかり水を流す。あとは両方ですね、横にちょっとシミシミするスペースが欲しかったのでここから1本チューブを通していく感じで 1,2,3,4 本かな、チューブは4本使う形でやっていきたいと思います。あとは当日お客様と一緒に水を流しながら植栽をしていきますけれども、その模様もね撮影できたらと思っております。お楽しみに。ですか、どうですか。あ、どうぞどうぞ、あの見てください。ひろこさんどうですか。いやすごいです。完璧にちょっと滝壺ですけど、滝壺がはい。でここから、チューブと、はい、を隠しながら植栽スペースっていうのを活着組んで、はい、はい、どうも楽しいのでゆっくりとじっくり。いやもうこれだけでも十分なんですけど、ね、大丈夫です。めちゃくちゃ変わります。一気に変わります。楽しんでください。楽しいので、はい、やりましょう。はい、じゃあ私は活着くんをですねちょっとすすいできますね。はい。ほぼちょっとここら辺今ね、今ちょっと足す植物をなんか足したいなってことで今物色中。ほとんどねモスとシダーはもう植え終わってるんですよ。早かった、めっちゃ作業が早い。いいね、ちゃんとお水しっかりと確保できてるし、あとちゃんとねポタポタを作りたかったんでポタポタも何箇所か作ってるんですよ。だポタポタの容量は多分分かったと思うので、うん、お家で多分あなんかポタポタがなくなったなと思ってもなんか頂点を作れば、うん、どこからお水が来てれば、ね、そうですそうです、できるので。はい、ということで完成。お疲れ様でした。どうですか。すごいです。すごいですすごいね。すごっ。私は作業が早くてびっくりしました。すっごい悩まない悩まないペタ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 いうのは悩まないタイプですね。悩まない。すごい早かったです。私なんか知らないうちになんかシダとか毎回言うんですけど言う前にもう終わってましたのでびっくりしました。どうですか。かわいい。ちょっとねかわいいここら辺の、ね、はい、葉脈がピンクのかわいいあの葉っぱもちょっと追加いたしまして、はい、どうですか。やってみて。いやまさか赤玉ちゃんにこんなしてもらえるとは。え、楽しかったでしょ。楽しかったですね。多分あの流木組むのはちょっとハードルが高かったりする方でも、うん、あの流木だけは組んどいて植栽だけはもう皆さんすごく楽しい部分なので誰でもできますので、はい、はい、楽しんでやれるところかなと思いますので、あとはこれから、まあ、新芽がしっかりと出てくる様も変わるし、あとはこれから、まあ、水中何も今ないのでこれも一応アクアテラリウムなのでもちろんテラリウム部分を今日作りましたけど、水中のアクアリウム部分はいくらでもこれからね石を置いたりあとは水草を置いたりって、はい、どんどん楽しめるレイアウトになってるんで今後も遊んでください。はい、すごい。いや感動です。あ、本当。うん、ほらこうやってなんかこうポタポタすると水面が揺れて、しかも水中もなんか揺らいで綺麗でしょ、うん、いいですね。何入れるんですか。グッピーです。もう入れる子は決まっております。はい、グッピーちゃんですね。はい、はい、グッピーちゃん入れます。で今回底面フィルターとブルカミアソイル使っていて、で一旦これお家に持って帰るときに水抜くんですけど、うん、お家に着いたら、うん、パルキを抜いたお水を入れてください、はい、自分の好きな水位でいいので入れていただいて、うん、で今日生バクテリアバクター D2 をお渡しするので、うん、はい、それを全量入れてください。そうすると、はい、生きたバクテリアがすぐ活動し始めるので、本来アクアリウムってバクテリアが繁殖するまでに2週間から1ヶ月かかるので、うん、生体入れれないんですけど、あのバクター D2 入れてもらえれば一晩回せばそのまますぐ
はい、ました、はい、バクテリアちゃんが活動し始めてくれるので、はい、生態入れれますので、はい、あとあれかな、おいおい多分流木に白いモヤモヤとか出るんで、うん、まあ、それは多分出ると思うんですけど、うん、モヤモヤ出たらエビちゃんがそれ好物なので、エビちゃん入れればすぐ解決できますので、はい、また何かあったら気軽にお問い合わせいただければ、はい、フォローしましょう、てください、お願いします。お疲れ様でした。はい、よかったよかった、満足、大満足、よかったよかった。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録してアクアテラリウムを楽しもう。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。